さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは元気です。はい、元気いっぱいのミシェルさんに質問なんです。人生の就活って最近よく聞きますよね。ミシェルさんはご自分の就活どう考えてらっしゃいますか。どう考えてらっしゃいますか。考えてませんでしたけども、うん、やっぱりでもやりたいことの方が先に来ちゃってるから、うん、それは煮詰めていこうと思うよね。あ、そうですよね、うん、今回は人生最後のセレモニーとして真心のこもったご葬儀を提供していらっしゃるこんな企業様です。2008年、我が国の人口は1億2808万人というピークに達した。しかしその時期を境に増加を続けていた日本の人口は一転して減少の一途をたどり、現在少子化や高齢化といった新たな課題も生み出している。今社会が抱える生と死の問題、それは人生の最後に立ち会う葬儀業界にも大きな影響を与えていた。そんな時代にマニュアルのない葬儀で一人一人の人生を彩る男がここにいる。株式会社源葬祭代表取締役広島元光。茨城県神栖市を拠点に人生最後のセレモニーである葬儀業を営む源葬祭は、真心のこもった葬儀を胸に社員一人一人がお客様に寄り添い、他にはないサービスを提供し続けている。今回は葬儀業界の革命児広島元光をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。生前に就活意識されてる方って多いですよね。そうですね、私の方でも、年間まあ 20〜30人のまあご相談に出しています。でやっぱり相談に来る方の年齢としては60代70代の方が多いですね。でやはり60代70代の方がどうして多いかというと、やっぱり親を見送った時にやっぱり地域の皆さんとか大々的なお葬式をやられて、もう子供にはそういうのはさせたくないと。ですから万が一自分の時にはそういうお葬式はしたくないので、自分自身がこう子供に負担のかからないようなお葬式のスタイルを元気なうちに決めておこうっていう形で、やっぱり60代70代の方で相談に来る方がほとんどですね今は。そんな時代とともに変化する葬儀の形に合わせ、源葬祭で新たにスタートさせたのが家族葬専用ホールだった。既存のイメージを一新する新たな葬儀場のコンセプトについてさらに詳しく話を聞いた。これは私どもが、今回手掛けました、家族葬専用の、ホールになります。はあ。でこちらはですね、やはり、家族葬という、今の時代ですので、うん、まあ、女性をですね、まあ、ターゲットにして、うん、ソフトな感じで、もともと結婚式場を設計されていた、設計師さんに、今回手掛けていただいたわけです。寂しい場面なんだけども、それを優しく包むっていう感じがしていいですよね。イメージとしては、うん、昔のイメージですと、まあ、黒と白のような、うん、まあ、お葬式のイメージですけれども、はい、しんみりとしたお葬式っていうのはもうこれからの時代には合わないんじゃないかという私どもの考えで、弊社のカラーはピンクというのを今回打ち出して、少しだけピンクがふっと、はい、ね、まあ、そうですね、まあ、そういう感じで、これから、ね、葬儀業界の新しい、まあ、時代を、私どもでプロデュースしようかなということで、今回このような葬儀場を建設しました。新しい取り組みで注目を集める源葬祭だが、葬儀業界の現状は死亡者数の増加に反して葬儀1件あたりの売上高は減少傾向にある。高齢化社会と葬儀業界、この2つの問題についても話を聞いた。やっぱり2040年に向けて死亡者数が、まあ、多くなるっていうのは当然なんですけれども、やっぱりお葬式の規模っていうのがかなり小さくなってますので。あ、そうですか、はい、
で昔はですね地域の、まあ、町内の方を含めて大勢の方でこう、まあ、亡くなった方を弔おうっていうのがあれでしたが、今はもう本当に核家族化になって、随分あの小さい、まあ、お葬式の規模になったので、まあ、業界としてはかなり苦しい、まあ、時期に、まあ、来てるんではないかなとは思いますけれども。あ、そうですか、はい、ニーズが変わってきてるんですね。そうですね、大きいお葬式をやりたくないっていう方が、まあ、どうしたらいいかと考えたときに、お葬式をやるかやらないかの二択になっちゃってるわけです。でその中で、そうですね、でその中でやっぱり私どものホールが家族葬専用式場っていうのを提案したのは、そのやるとやらないのこの中間ですね、うん、皆さんのニーズに合った、ホールを建設したっていうのが、まあ、今回ですね。はい、現在も厳しい状況が続く葬儀業界だが、広島にとってこれまで重ねてきた苦労が大きな糧になっていた。ということで続いては現在の活動につながる広島の原点を振り返ってもらった。私はですね27歳ですから今から19年前にこの仕事を立ち上げました。でその前の2年間はですね私のおじさんのところで一緒に仕事をしてたんですけれども、やはり今考えればちょっと私のおじさんの葬儀に対する考え方がちょっと私とはちょっと合わなかったですね、うん、ですから2年、まあ、勤めたんですが、まあ、新しくちょっと別々の方向で行ってみようと。で私が27の時に立ち上げたのが今の会社です。あ、そうですか。でもともとですねやはり私地元ではありませんので、やはりその頃の葬式っていうのはまず亡くなると町内会長さんに亡くなった方のお宅が電話をして、で町内会長さんがどこの葬儀屋にするかを決めてた時代なんですよ。ですからもう私みたいなよそ者はもう一切もうお声がかからないっていう時代でしたね。数字で言っていただくと最初どれぐらいの件数だったんですか？最初の年は2件しかなかったです。1年間で非常に厳しかったですね今思えば。そんな広島の運命を大きく変えることとなったある取り組み、現在の源総裁の礎となったその取り組みについて話を聞いてみた。まず値段を下げてみたんですね、思い切って他社よりも。でも値段を下げても全く飛びつきてくれなかったです、お客さんは、うん、全く変わらなかったです。でそこでいろいろ考えた末に、香典のお返し物っていうのがこう皆さんあると思うんですけど、その中にこう私の方の宣伝するティッシュ、ポケットティッシュを入れてみたんですね。でそうするとポケットティッシュを見たお客さんが、あれここの葬儀屋知らないけど、あれまた入ってるよまた入ってるって何回か続くうちに、まあ、うちの会社をこう知っていただいたっていう感じで、はあ、はい、でもそこに入れてもらうに一つも苦労したいですよね、はい、でこれがこのティッシュなんです。実際に、はい、あ、これですね。ありがとうございます。入って大丈夫、はい、おあ、なるほどね。これはなかなかインパクトがありますね、はいはい、でこれを入れた途端にですねお客さんが急にですね依頼が来まして、で毎年ですね20件ずつ増えてきたんですよ。当時はもう本当に人が足りないくらい仕事をいただきましたね。そして広島はこれまでの葬儀業界にはなかった独自のアイデアを次々と採用。源総裁ならではの心配りについてさらに詳しく話を聞いた。お亡くなりになってからお葬式をやるまでって何日かあるんですね。でその間、ね、毎日はうちの方では今でもやってますけど、お団子をこう取り替えに毎朝こういうなんですか、亡くなった子にお供えのお団子っていうのを作るんですけど、それを毎日他社ではやってないんですが、毎日こう誰かしらがこう取り替えに行くっていう形を、ともかくお金のかからないサービスは何かと考えた時に、やっぱりお団子とか、まあお金をかけないサービスっていうのを考えまして。気持ちだよねやっぱり、それは心遣い何日かの間のね、ともかく丁寧さを一番に出しましたのでね。はい、あとチラシのデザインにも何かこう工夫がされてるとかね、はい、こだわりがあるとか、やっぱりチラシもですね、うん、私どものエリアで葬儀社が、広告を出すっていうことが今までなかったんです。あ、そうか、はい、まあ、どうせ縁起が悪いものなんか見てもらえないんじゃないかとっていうやっぱり先入観がありましたけれども、はい、あえて私どもでは、5年前からですね毎月1回、もしくは2回ですね、イベントとかやるときは2回、毎月新聞の折り込みにチラシを入れております。これまで数々のアイディアを実現させてきた源総裁だが、他社との差別化、そして自社の一番の強みはどこにあるのか。
代表を務める広島に考えを聞いてみた。まあ、先ほどもお話ししましたが、確実に家族葬ですね。家族葬ホール、うん、最後はやっぱり華やかに皆さんで感謝の気持ちを持って送っていただきたいと、うん、そういう趣旨で今後ともですね、我が社では、社員一同、まあ、皆様方の負担を少しでも和らげるような、まあ、お仕事というか施工をしていきたいと思っております。お客様からはありがとうの言葉っていうのはどういう形で届くんですか？そうですね、私どもはですね、やっぱり時間が不規則なところがありまして、やっぱりまあ、どの仕事でもそうでしょうけれども、やっぱり大変な部分があります。目に見えない部分がね、皆さんはお通夜とお葬式の2日間しか見てませんが、私どもはもうほとんどお通夜とお葬式が始まったらもう8割方仕事が終わってるぐらいの、その前の段階のやっぱり仕事が大変な部分があるんですね。ただやっぱり最終的にはお客さんにお宅でよかったよとか、ありがとうございましたって言われる時にやっぱり救われるっていう感じでしょうかね。やっぱり最終的にはそういう感謝の気持ちをいただいた時に、初めてまあこの仕事をやってよかったなとか、ここでまあ丁寧にやってよかったなっていうのが、まあ私を含めて社員一同まあ同じ考えではないでしょうか。クレームの数もとっても少ないと伺いました。はい、私どもはですね、クレームがほとんどないと自負しております。でやっぱりリピーター率 100% がですね、私どもの会社の売りですね。リピーター率 100%、 はい、そうです、お任せしようっていうね、はい、そこのお宅でお葬式をやらせていただいて、まあ、不幸にももう一回どなたがお亡くなりになった時に必ずうちを頼んでいただいているという感じです。はい、新たに家族葬を展開されて、はい、そしてまた次の展望もありますか？はい、はいですね、いずれはですね、やっぱりこの業界はさらに縮小していくと思いますので、家族葬よりもさらにコンパクトなやっぱり家族葬っていうのが将来的には出てくると思いますね。ですからやはり今の家族葬のスタイルもやっぱり10年20年先を見据えて、さらにまたお客様のニーズに合った葬儀場をやっぱりさらに建設していかなければなとは思っております。お客様に寄り添ったサービスで新しい葬儀を作り上げる広島元光。そんな男が胸に刻んだ格言とは？私の格言ですね、大梅通りという言葉です。大梅、はい、大梅通りというのは桜、梅、桃、あと杏ですね、大梅通りっていう中国の言葉がありまして、意味としては、まあ、桜は桜の花が咲く、梅は梅の花が咲く、桃は桃の花が咲く、まあ、つまりは個性を大事にしようということですね。それぞれの個性を大事にしようということですから、我が社もですね、やっぱりこの業界葬儀社というのはもうたくさんありますが、まあ、私どもの源葬祭でしかできないお葬儀のスタイル、私のところでしか、できない、まあ、ご提案とかっていう、やっぱり特色を持った、会社であり続けたいと。でそして地元の地域の皆様にやっぱり愛されて、最終的にはもう必要とされる葬儀者を目指しておりますので、まあ心温まるお話を、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。